い。服飛んだ。おい。あ、悪い。飛んだ。全然大丈夫です。体バキバキ。下気をつけろ。え？え？おわ。あ、さっきのかっこいい兄ちゃんだ。メッシュ。ちゃんと出せ。おしっこちゃんと出せ。おしっこちゃんと出せ。なんだこいつ。俺が取ったあのゴールはバチラとイサギがいなきゃ無理だった。うん、勝つヒントになるだろう。ほーら来た、ほーら来た。でもすごかった。今日のベストゴールはあれだったな。これ女子歓喜やな。これ女子歓喜やな。あれをいっぱいやれば勝てるな。イサギ全出しじゃん。待ってバチラ苦しんやめ、苦しん。まあまあまあ、はい、男子同士はねこうなります。意味わかんねえ。あいつの言ってることが全部正しいとは思ってないよ。だってエゴはワールドカップ優勝するためにとか言ってクリスティアーノ・ロナウドとかメッシとかカントナの名前出してたけど、そいつらみんな優勝なんかしてないし。ただまあこれはサッカーをゼロから作るための戦いだって言ってたのは何かのヒントなのかなとは思うけど、どうやったら勝てるとかスパだかじゃねえか。ケツ丸見えやん。サッカーのゼロってことの意味なら何やってんだよ。チームは10にでも100にでも進化できる。だからこそ必要なのは1を生む力。うん、ストライカーが0を1に変えるやつでからのチームにすんね。他のポジションはそれを10とか100に変える存在か。うわうまいわ。キングカズ、キングカズは受ける。それは受ける。9時からもうこんなハード。トレーニングルームの主、国神筋肉。筋肉ってなんやねん。イエーイエーわー。先客がい。なんだ、のむし。おう、まさかの。お前は一人でもゴールを奪える、うん、俺が会った中で一番すごいやった。おー、俺がここで潰してやる。ワンオンワン。おお、隙を見て奪う。ありがとう。いいね、いい背中、かっこいい背中してるよ。バロー気に入った、めっちゃ気に入った。かっこいい。イエーイエーわー。よろしくね。出た、バチャ。うわなんで裸のまま歩いてんの。相変わらず人間だから生まれたままに戻るのだ。金の玉が光ってるよ。せっかく新しい仲間ができたと思ったのに変な人だおいラ族、おいラ族、その自由なスタイルは認めるが前ぐらい隠せ当然わいせつオッシャーでとっちめるぜ。どないやねん、わけわからん言ってんじゃねえよ。でも気持ちいいよラ族これたち上半ね、上半ね、よかった、上だけでよかった。変人しかいねえのか。いや本当にね、お前に言われたじゃねえ。いやめちゃくちゃ面白い。あー、風呂シーン。すげえな。いやバキバキ。バローのハードトレーニングに付き合ってるから。バキバキ。よくやるよな、あんなの毎日。あ、終わり。飛んだ。お、どっから飛んだの？ケツから？急ぎ。ケツから飛んだ今は。お前ここにいたのかよ。いやいや、こっちのセリフだっつうの。なんでまだサードステージにいんだよ。要するにここで合流するんだね。リトシリンたちに負けてバチラを取られて、バローを取ってナルハヤ蹴落として、うん、今ここにいるってことで。オーケー。ま、そんな感じ。ちょっとしたさ、なんかしょうもない疑問なんだけどさ、男性目線ね、これが女の子のお風呂シーンでこう会話してるとさ、ちょっとなんかサービス界に思うわけですよ。女性陣はさ、こういったシーンは若干でもそういうおちょっといいねみたいなサービスシーン要素で感じたりするのかな。ちょっと気になった、若干気になった。こういったシーンがバチラにしてもねちょいちょいあるからさ、どうなのかなっていうちょっとした疑問です。はい、女性陣ね、おられましたらちょっとコメントで教えてください。ちょっと見ない間に修羅場くぐってんのな。いやクールだね。国神はバレと組んでんの。国神なんかかっこいいよな。俺だっつーの。お、
何勝手に先行ったんだ。ちぎり攻めてんね。これサービスだよね、さすがに。なんで俺のこと待たなかったんだ、この野郎。どうい一応待つつもりだったんだけど、何が誘ってきて。手でけえな。何やってんだお前は。すげえ体だな、マジで。みんな一番楽に羨ましいわ。俺も組むだろうな、ナギに誘われたら。ま、それも同意。おい、めんどくさ。お、てめえ、どう。プロという公共の場で泳ぐな。雰囲気全然違うわ、ゲトウみたい、若干。見て、忍者ブクブクもするな。湯船に唾が入る。お前らもちゃんと体洗ってから入ったんだろうな。それ気象面なんだよね。トリートメントも終わってます。さすが。タオルは汚ねえから浸すな。んバロってこんな細かい。中で絞るな、怒られるぞ。こだわりの癖がすごい。で、助けてあげてる。次の対戦相手決まってんの。バロだから、いいやつなんだよね、これ。うまく崩さないとね、この絶対的な自信はいいんだけど。お前らとやるに決まってんだろ。おお、いた。そのために俺はこいつらと組んだんだから。いた。久しぶり。聞いて俺よ。俺あれから練習いっぱいしてさ。やめろよ。もう俺とお前は敵だろ、ナギ。敵。俺を選ばなかったお前を俺はここで叩き潰す。めっちゃおこやん。そういうことだ。ナギ君にそれ通じるか。やろうぜ。ナギだからな。逃げんなよ。おお、みんなスイッチ入った。スイッチ入った。ガンガン望むとこっしょ。おお、なんかバローかっこいいな。バローちょっとこのオフスタイルかっこいいね。